皆さん、こんにちは。先日6日、日本武道館にて行われた、日本プロレスリング連盟発足記念大会、オールトゥゲザー、6団体が手を組んだ、夢のオールスター大会は、プロレス界に新たなストーリーと、因縁を生みました。その中でも、大きな注目を集めたのは、ジェイク・リー選手と、内藤哲也選手の因縁でしょう。ジェイク選手は突如新日本に乗り込み、内藤選手との対戦に向けて前哨戦を展開。迎えた6日のオールトゥゲザーでは、オードックスと手を組み、内藤選手率いるロス・インゴベルナブレス・デハポンと対戦したジェイク選手。さらに、6月15日北海北エールで開催予定の、オールトゥゲザー、イン・札幌では、ついに内藤選手との一騎打ちが決定し、注目度を集めている両者ですが、話題の渦中にいるジェイク選手に、ある一つの説が浮上しています。その説というのが、ジェイク・リー G1 参戦説です。そこで今回は、ジェイク選手と内藤選手の因縁と、G1 参戦説について、ご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。4月23日、後楽園ホールで行われた、ロス・インゴベルナ・ブレス・デハポン対ウォードックスによるシングル5番勝負、内藤哲也選手 VS ドリラ・モロニー選手との一戦で、突如、姿を現したのは、プロレスリングノアで、GLG のリーダーとして活動する、ジェイク・リー選手でした。ジェイク選手は内藤選手に FBS を炸裂させ、モロニー選手がドリラキラーにつなぎ、内藤選手を沈めました。試合後もジェイク選手が、内藤選手にストンピングを浴びせ、さらに場外に蹴落とすと、鉄柵を背負わせ、2発目の FBS を食らわせ、内藤選手を KO し、モロニー選手と共に、バックステージへ引き上げました。突然の進行を果たしたジェイク選手。その後のバックステージでは、皆様、はじめまして。ジェイク・リーだ。内藤哲也をぶっ倒しに来た男だ。いつでもやってやるぞと宣言。この展開を受け、新日本プロレスは、4.27 広島大会に、ジェイク選手の緊急参戦を発表。広島大会にて行われた一戦では、ジェイク選手はウォードックスにゲスト参加する形で参戦。内藤選手率いるロス・インゴベルナ・ブレス・デハポンとイルミネーションマッチが行われました。試合は注目を集めたジェイク選手と内藤選手の絡みも随所に見られ、イルミネーションマッチらしく多数の選手が入り乱れる展開が続き、激しく攻守が入れ替わる中、次々と両チームの選手が脱落。最後は内藤選手とジェイク選手が残り、一騎打ちの展開に内藤選手がジェイク選手に追い込まれる場面も見られましたが、最後は内藤選手がエプロン際のジェイク選手に水面蹴りからの低空ドロップキックでリング下に落下させ、この日の試合はロス・インゴベルナ・ブレス・デハポンが勝利します。しかし、一体なぜジェイク選手は突如新日本へ進行したのでしょうか。その理由についてジェイク選手は、選手が価値を上げる上で一番価値のある人間に戦いを仕掛けるのはごく当たり前のことだと思ってるので、日本を代表するレスラーだし一番手っ取り早いじゃないですか。いろいろな団体を経て私も年齢的に悠長なこと言ってられないんでね、と進行の理由を説明。そして迎えた 5.6 オールトゥゲザー、この日のセミファイナルにて、先日の試合同様にウォードックスと合体し、内藤選手率いるロス・インゴベルナ・ブレス・デハポンを迎え撃ったジェイク選手。試合はジェイク選手&ウォードックスの激しいファイトで、内藤選手の顔面を血だらけにし、最後は高木選手と辻選手を排除し、3対1の状況を作ります。そこからゲーブ選手がレッグトラップパイルドライバー、さらにフィンレイ選手がパワーボムの形で内藤選手をコーナーに叩きつけ、最後はジェイク選手の FBS でとどめを刺し、先日した広島大会でのリベンジを果たします。この日、内藤選手から勝利をもぎ取ったジェイク選手は試合後に、おい、内藤とシングルをやらせろ。もう何もあいつに言う権利はないし、負けたのだから、あいつとシングルをやらせろ。シングルで次はしっかりと、この足を顔面に叩きつけてやるよ、と、内藤選手との一騎打ちを要求し、続けて、ブーイングしてる客も、そうじゃない客ももっともっと騒げ、お前らのヒーロー、内藤哲也が踏まれたんだぞ。顔面を、この事態をどれくらい理解している、と内藤選手のファンをも挑発。最後は改めて言う、内藤と次はシングルをやらせろ、と再度一騎打ちを要求していました。対して敗れた内藤選手は、
今までジェイク・リーって選手の名前も顔も知っていたけどさ、今日で完全に覚えたよ。名前、出身地、誕生日、血液型、もう全部分かっちゃった。それぐらいジェイク・リーに興味が湧いたよ。興味が湧いたってことはどういうことか。そう、まさにトランキーロ、あっせんなよ。またリング上で向かい合えるその日を焦らずに待ってるぜ、カブロ。とジェイク選手との一騎打ちに関してまんざらでもない様子でした。そして日本プロレス連盟は6月15日に開催予定の北海北エール大会にて内藤選手とジェイク選手の一騎打ちが正式に決定したことを発表。これを受けてかジェイク選手が所属するプロレスリングノアは22日の後楽園ホール大会全対戦カードを発表。その中には武藤敬司引退試合以来実に1年3ヶ月ぶりのノア参戦となる内藤選手の名前も発表され、6月の一騎打ちを前に今度はノアで前哨戦が展開することに、この因縁がどういう結末を迎えるのか楽しみな部分はありますが、ここでジェイク選手にささやかれているとある説についてご紹介します。その説とは、冒頭でも語っている通り G1 参戦説です。まずなぜジェイク選手にこのような噂が出ているのか。それは多くの新日ファンが今年もノアから誰か参戦すると薄々感づいていることに端を発します。思い返せば昨年の G1 ではノアから清宮海斗選手が参戦しており、今年のスーパージュニアでは早田選手、忍者マック選手とノア所属選手の参戦が決定しています。さらに現在の新日本とノアの関係性はかなり良好であることは明白で、新日本からも先日の内藤選手しかり、年始の有明大会では棚橋博史選手、5月4日の両国大会では天狗寺、そして6月の横浜分隊ではゲーブ選手と定期的に所属選手がノアに参戦しており、両団体間での選手参戦が絶え間なく行われています。先日の清宮選手のように今年の G1 でもノア枠として誰か参戦してくるだろうと考えられています。そしてその候補として真っ先に名前が上がる選手がジェイク・リー選手というわけです。先日の内藤選手との因縁からさらに注目度を上げていますし、 G1 出場経験もありません。また2022年6月には自身のインスタグラムにて今年の G1 出場選手の中に俺の名前は載っていなかった、ならば次だ、俺は諦めない、点を線にして俺にしか作れないドラマを作っていくとかねてより G1 出場に意欲を見せています。また現在の新日本にはジェイク選手に匹敵するサイズの日本人選手はいないため、体格的にも見劣りすることはなく、なおかつ外敵として申し分ない強さを誇ります。今の新日本は岡田選手やオスプレイ選手といった主力のヘビー級選手が退団し、それに加えてタマトンガ選手やタンガルア選手も離脱、タマ選手の実弟であるヒクレオ選手も新日本離脱間近とささやかれているため、以前に比べてヘビー級が手薄になっています。そのため新日本としてもヘビー級選手の参戦は願ったり叶ったりなのではないでしょうか。ジェイク選手としても清宮選手と行った GHC ヘビーの挑戦者を決める戦いに敗れていますし、オールレベリオンに話題を持っていかれてる節もあります。一度ノアから離れてジェイク選手が待望されている頃にノアに帰還すれば、時勢も味方につけて一気に最高王座への道を開けるのではないでしょうか。全日本プロレス所属時代の2022年4月に棚橋選手から言われた新日本に上がってこいよという提案に今こそ答える時なのではないでしょうか。ジェイク選手の動向に要注目です。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それではまた。